皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、ご飯とこれね、どん兵衛鶏だしつくねそばですね。でこちらもどん兵衛豚にんにく味噌、これの汁がねご飯に合いそうだったんでご飯も持ってきました。でね、ふりかけ、梅ふりかけ2個です。それではいただきます。ふりかけをねかけて、サラサラサラー、ご飯がね多めなんでふりかけはね2個入れますね。よし、こんな感じで。ちょっとまだどん兵衛できてないかもしれないんでふりかけ食べます。おいしい。うん、梅ふりかけですね。もうできたかな。開けてみよう。あ、できていますね。美味しそう。うん、うん、そばのいい香りがします。こちらは豚にんにく味噌うどんですね。なんか変わりだね、新しいやつかな。このね、鶏だしそば、鶏だしそばから、あ、鶏だし、鴨だしだ、すいません、鴨だしですね。なんか肉がゴロッと、でっかい、ほんとね、いい香りがしてうまそう。お麺はね、そばですね、完全に。いただきます。うん、うん、うまっ。普通の普通のそばよりね、なんかなんていうのかな、あっさりしてすごい食べやすくて美味しい。いいですね、うん。じゃあこちら豚にんにく味噌、ね、
すごい。ニンニク。ニンニクの香りすごいですね。うん。じゃあ、うどんですね。うん。すごいな。しっかりね、ニンニクと味噌の味がしますね。ニンニク結構強いかも。うどんだから麺が太くて、ね、食べ応えがありますね。意外と、思ったより濃い味じゃないですね。もっとガツッと味噌って感じなのかなと思ったら、ちょっと優しい味噌って感じですね。うん、で、ご飯。これもね、ザ・そばって感じですね。素晴らしい、落ち着く。美味しい、静か。意外とこの鴨だしの汁とご飯が合うかも。ちょっとご飯と汁いってみます。ご飯、合いますね。どん兵衛のね、汁ってね、美味しいですよね。どの種類も美味しいから。こっちのどん兵衛もね、ほんとね、美味しいですね。ガツッと食べたい人がね、最高ですね。
でもニンニクはね結構強いですよね。野菜も多めですね。じゃあ次はこっちの汁とご飯は合うのかどうか。でもどちらかというと私はこっちの方が、あの鴨だしの方がなんか鴨だしのつゆの方がなんか合いますね。食べますか。鴨だし食べました。こっちはねすごいニンニク強いっすね。もう最後の最後はニンニクって感じ。がっつりニンニクです。いやもうお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。それでは皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またねー。